イロシバイクーだったかも。今日は配光器のコードレスインパクト 36V タイプなんですけど、これが急に動かなくなりましたので、これの修理をしてあげたいと思います。で、急に動かなくなったといっても原因がありまして、落下、ここにですね、かけて作業してたらちょっと取り損じてボトンって落としてしまったんですけど、まあ腰高さっていうんですかね、これぐらいで配光器のコードレスは動かなくなります。今まではシナノとか使ってたんですけど、その時はそういうことはありませんでしたので、今回はこれの修理をしてあげたいと思います。大きく分けて2つ原因がありまして、1つはバッテリー側の安全装置が働いているパターンと、もう1つは本体側の安全装置が働いているパターン、どっちかなんですけど、これですね、バッテリーを繋いだ状態で落とした時に限ってなります。ですので、切り離した状態で本体だけ落としても切れることはないです。これに関してはあくまで物理的損傷を除いた安全装置が働いた場合ですね。一応1年以内ですかね、であればメーカーに送れば直してはくれるそうなんですけども、めんどくさいので自分で修理してあげたいと思います。切り分け方法としては、ここバッテリー側電源ついてます。4本あって、安全装置が働いている場合は両端の2個が点滅するそうです。その場合はアプリをダウンロードして Bluetooth でつないで安全装置の解除という方法になるそうです。こっちに関してはしたことないです。そもそも Bluetooth が使えるかもいまいちちょっとよく分かってません。いらないので。で、もう一つが本体側、これはもうヒューズですので、ハンダ付けされた筒状のヒューズではないので、車とかバイクについてるような平型ヒューズですので、多分それが飛んでると思います。というのも、これ別の器具で3回経験してるので、掃除機でしょ、電動ドリル、バリカンで経験してます。掃除機なんか縦に長くて、ここにバッテリーあるので、バタンで倒れたらもう動かなくなりましたので、同じ原因かなと思いますので、早速修理してみたいと思います。そしたら作業開始です。そしたらこっから作業開始です。はよ直さんと仕事にならないので。まずは外すものを外しておいて、メーカー名が書いてある逆側ひっくり返しておいてあげて、この精密ドライバーのマイナスがあると作業しやすいです。薄い方がいいですね。ここペリペリって剥いであげて、ゴムカバーパッキンを外してあげます。多分どの工具も自分でメンテナンスする人はだんだん緩くなってきますけど、初めて開ける人は硬いと思いますので、破らないように丁寧に作業してみてください。カポーンとヘッドカバーも抜いてあげて、ここにハンマーヘッド見えるんですけど、正面から見て4箇所に六角穴付きボルトで固定されてます。横側が普通のスクリューです。プラスドライバーで9箇所ありますので、ここを外してあげます。これね、ペインインパクトは私マキタさん使ってるんですけど、めちゃくちゃ使いやすいんですよね。他は全て配光器かな。 36V マルチのバッテリー共通なので、もう同じ工具になっていきますけど、ペインインパクトに関してはそもそもバッテリーサイズ違うので、これだけはマキタを使ってます。めっちゃ使いやすいです。横外したら今度は六角棒レンチの 4mm ですね。これで正面から4箇所の六角穴付きボルトを外していきます。ここは初めて開ける人は特にサイドとは比にならないぐらい硬いと思います。六角穴付きなので、一番最初だけはインパクト使わず手回しで舐めないようにきっちりした方がいいんじゃないかなとは思います。通常のスクリューより六角穴付きボルトはやっぱり頭舐めやすいですもんね。しょうがないですよね。ちょっと面倒ですけど、せこせこ頑張ってます。4本の六角穴付きボルトを抜くとハンマーヘッドを外すことができます。この時同時にハンマーの部分が落ちてくることもありますので、気をつけてください。アルミガスケットが装着されてるんですけど、それがちょっと挟まったりすると曲がりやすいので、その点は注意が必要かなと思います。横のカバーを開けるとこんな感じで開くことができます。持ち手の部分に40アンペアのヒューズが確認できます。この中見るとわかるんですけど、切れてます。冒頭にも言ったように、バッテリーをつないだまま落下させて衝撃与えるとこれ起きちゃいます。3個の機種で起きてるので、ほぼ確実に起きると思った方がいいです。平型ヒューズの40アンペアを用意して交換していきます。こんな感じで2個3個とも複数持ってた方がいいんじゃないかなと思います。今回は掃除の必要もなさそうなぐらい綺麗綺麗すぎますので、ヒューズの交換だけに集中したいと思います。これがね、ボンドがなかなか剥がせないので、カッチカチに固まってますので、ハンダとか何でもいいので5手で溶かしてあげます。これ配線の方にヒューズが刺さってるだけなんですけど、ちょっと私溶かしすぎまして、ヒューズの端子が抜けました。まあまあ、でも繋がってヒューズがきちんと確実に固定できればどんなやり方でも問題ありませんので、要は断線したり傷つけないように気をつけながら引っこ抜いてみてください。全然抜けないのでめっちゃ頑張ってます。インパクトレンチのだけはなぜか全然抜けなかったので、まあまあ頑張ってます。
うし、これで外れましたね。端子側の足見てください。もうついてないですね。まあまあいいです、いいです。もうこれはこれでやっていきます。本体側綺麗に抜いてもいいんですけど、まあまあ早急に直したいのと、撮影してると中断したくないんですよね。こうなるともうちょっと時間がかかっちゃいますので、臨機応変にこのままヒューズの足元を精密のマイナスドライバーと一緒に差し込んであげて、きっちり固定してあげたいと思います。皆さんは刺すだけですので簡単です。こう刺しながらヒューズのカバーの足元の部分ですね、グイッと開きながら一緒に差し込むと、まあまあ同じことが起きます。最後に非導電タイプの硬化ゴムボンド、またはホットボンドでも全然大丈夫です。ホットボンドも固まるとプラスチック製の電気を通さないやつなので、まあ銀の入った特殊なボンドとか使わない限りは大丈夫です。導電性使っちゃってももちろん治るんですけど、ヒューズが飛ぼうが飛ばまいがモーターまで電気を流しちゃいますので、治りはするけど安全性は一気に下がります。この状態であとはしっかり固まればもう完了ですね。組み立てに関しては逆手順するだけですので、一応注意点のところだけ止めて超早送りでいきます。これで完成です。ちょっと乾くまで置いときます。そしたらあとは組み立てていくだけです。で、この配線の場所なんですけど、今私やってるところですね、ちょっと間違えちゃってこの外側にしちゃったんですけど、内側が正解でした。もちろん閉まれば問題ないんですけど、配線挟んだりしますので、純正の元通りにちゃんとした方がいいです。結局最後にやり直してますので、そしたら注意するところだけ止めておいて、あとは超早送りで流していきます。
ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。